1、9。はい、では下着の紹介をしていきたいと思います。何の色の下着でしょう。想像しながら当ててくださいね。はい、今日着てた下着を紹介します。こんな色の下着を履いていました。何色かわかりますか。これは水色っぽい、緑っぽい、水色かなです。お花の刺繍が施してあって、ちょっと透けてる感じの素材です。で、後ろがティーバッグになってます。はい、ティーバッグになっていて、お尻が丸出しになっちゃう感じの、私はティーバッグが結構好きなのでよく履いてます。あとはそうですね、なんかこの辺もしっかり素材がしっかりしてるのでいいと思います。こんな感じです。インティーミッシミさんっていうブランドの下着でした。韓国にはあるかな、どうかな。はい、日本の女の子にプレゼントするならインティーミッシミさんおすすめです。おしまい。終わりですね。はい、その後着ないといけないですよね。あ、着てもいいかな。じゃあ着ます。もう一回履きます。ノーパンチのまま行くんですか今日。ノーパンじゃない。嘘です。はい、履きました。すごい、私のチャンネル歴史史上初の。大丈夫。結構攻めてる企画で最高でーす。最高。最高です。大丈夫かな。あ、全然大丈夫ですよ。あの、私普段こういう動画撮ってるんですけど、私のチャンネルではなかなか。あー、YouTube さんに嫌われなきゃいいけど。あ、いつも目つけられたらどうなります。まあでも今の感じはいいですよ。今の感じだと大丈夫だと思うんですよ。結構それで伸びてる女の子もいるし。次は、次は、次というか何がありましたっけ。次は、次はメンズエステのお話だ。あ、そうだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。